どうもお疲れ様です。いつもね動画の方を送っていただきましてありがとうございます。今回はですね、暗号通貨の中でも体のエーダのこのエポックの分解数式っていうのをね、毎回毎回、動画を3本ぐらい送ってくださってる方にメッセージを返信させていただいてるんですけども、私の方はね、暗号通貨の、投資に関してリスクが高いと言いながら、私はずっとね専門家としてやってますんで、私はやってるんですよ。でその中でもリスクを承知でついてきてくださってる方が何名かいらっしゃるんですよね。そこで特に LINE グループで囲ってはいないんですけども、軽くねチームみたいな形でメールでやり取りさせていただいてます。その方たちには今までに2度のね XRP のインパクトと1回の XDC ズインフィンネットワークですね、これによって大きな利益を出していただいております。 XRP は言うまでもなく40円から60円の間で仕込んで、2019年に200円直前で決済するという形でね、これがうまく当たりまして、中にはね今まで溜まっていた3、400万の借金をね返済できましたみたいなね、そんな嬉しい報告もありました。でこの XRP につきましては、そんなね大きな課税がされることはないんで、数百万だったら決済したらっていう形だったんですよ。ですんでこの辺も大きく誤解が広がってるかもしれませんけども、カルダノエーダのねプレセール組ぐらいですよ。本当に税金気にしないといけないな。しかもそれを全部決済するね、数千万の単位で決済する時だけぐらいです。だから本当にね200万300万ぐらいだったらもう遠慮なくね決済すればいいと思いますよ。年間で200万300万とか500万とかね、1000万以下ぐらいだったら、大して課税はされませんから、それこそ取り出した利益がほとんど残るような感じですからね、やっていただければと思います。であとはね、これからのことなんですけども、暗号通貨のどれが当たるとかどれが当たらないって予測っていうのはもうね、草コインというのももう今はねあんまりできないと思います。もう飽和状態なんですよ。ですんで暗号通貨で大きな爆益を狙うっていう時代も過ぎましたんでね、もう仕込んでなければもうここからはあまり期待しない方がいいと思います。それよりも XRP とかね、それからイーサリアムみたいな既存の通貨がさらに強くなることとか、さらに他のアルトコインをね淘汰していって、合併とかっていうのはなかなかないと思いますけどもね、他の通貨の役割を包含するような形でバージョンアップすることを期待した方がいいかなと思います。でその期待っていうのもただねぼーっと期待するんじゃなくて、やっぱり開発者のサイトとかツイッターとかを見ることに尽きるわけですよ。ズインフィンネットワークをちょっと一つ例にとりますと、まだね、ズインフィンネットワークなんて、今 XDC って呼ばれてますけども、ズインフィンネットワークって言って、もう誰も知らないような通貨だった時に私は目をつけてですね、たまたまいくつかの通貨に目をつけた中で、ズインフィンネットワークなんで目をつけたかっていうと、なんとなく気になったからなんですよ。本当に、最初はね。でも、まだ情報発信がほとんどなかった7年ぐらい前だったかな。6年ぐらい前だったかな。その時に、XDC について情報発信している一つの外国人の方をね、メキシコ人かなんかの方に、出会ったんですよ。で当然 YouTube でいろいろ喋っていたんですけども、全然言語は分からなかったんですよね。それで私がね、なんとか翻訳ってやつがあるじゃないですか、あれでメッセージを送ってみたんですよ。そうすると返事が来ました。でそうするとね、その方はね開発者の方と直接伝わってる人で、つながってる人で、ジンフィネットワークについてのこのね意識について話してくれたんですよ。どういうつもりでこのジンフィネットワークをやってるのかっていう。で開発者の方がまずね、こいつは本当にいろんな問題に取り組んでやめそうにないよっていうことを話したんですよ。でアルトコインの中でも草コインっていうやつの中でやめないことっていうのがすごく大事だなと思ったんですよ。大抵の場合はプロジェクト途中でもうねやめていくか休眠状態になってしまうんですよ。で放置されちゃうんですよね。でとりあえず開発資金の元を取ったしもういいかって感じでエネルギーがなくなってしまう、そんなプロジェクトチームの方がいたりとか、失敗して資金なんで辞めてしまうとかね、どちらかなんですよ。だからその時私思ったのは、このズインフィンネットワークに関しては5年10年続けるメンバーなんじゃないかなと思ったんですよ。続ければとりあえず値段がゼロになることはないと思いますし、当時1円とかね1円弱の値段を行ったり来たりしていたんですけども、これが仮にゼロになったところでね大して痛手はないかなと思ったんですよ。で、購入方法はちょっとね、当時ややこしかったんですけども、いろいろとこねくり回して購入することによって、本当に少ない資金で、たくさんの保有をすることができたわけなんですよ。それからですよね、今、ジンフィンネットワークっていう言葉を日本でも聞く人が多くなってきて、しかもそこでね、利確をする人もちょっと出てきた。その利確をする人ってのは私と同じように、
誰もがジンフィンネットワーク XDC なんて知らない時にですね、目をつけてそこに資金を少なからず投入していた方だと思います。で、肝心なのは忘れることなんですよ。資金を投入したことを忘れてね、日々暮らしてるってことが大事なんですよ、そうすると、あ、そんな通貨あったな、どうなったんだろうっていう感じで最近思い出すようにね、SBC バーチャルカレンシーのなんか北尾さんとかが日本で上場させるみたいな話があった時に思い出すわけですよ。そういえば買ってたなみたいな、そのぐらいの感覚がちょうどよくってですね、だから買った後に血眼になってその通貨をずっと見ていると逆に不安になってね、決済してしまおうかみたいなことになっちゃうんで、なくなってもいいような金額ね、例えば10万とか20万みたいな金額を、まあ人によっては1万から2万かもしれませんけどね、埋め込んだ後は早く忘れることですよね、で忘れて久しぶりにその通貨の情報を聞いたなって時に値段が上がっていて、おお買ってたラッキーラッキーみたいなね、このぐらいの感覚がよろしいんじゃないかなと思いますが、これからそういうことをやろうっていうことではありません。これから本当にね、だんだん FX に近くなってきますんで、新規のアルトコインも生まれてこないと思いますしね、草コインは本当に草のままで終わると思いますんで、もう完全に群雄割拠の時代が終わって、確実に切磋琢磨の時代になってきたかなと思います。だから爆撃はもう暗号通貨では望めませんし、望むもんではなくなってきました。まともな投資にどんどんなっていくと思いますので、そういうつもりでね、これからも暗号通貨を育てたい通貨を見ていくっていうね、意識でいけばいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それではお疲れ様です。